皆さんこんにちは、キカちゃんみです。生後1ヶ月ちょっと経ってだいぶ育児の時間の使い方とかも分かってきたんですけれども、私がインスタグラムで子供のこととかを載せたら結構メッセージとかで、うちの子全然泣き止まないんですとか、すごくメッセージをいただくんですね。私の娘もどっちかというと結構寝てくれるタイプだとは思うんですけど、まあこれからどうなるか分かんないですし、どっちかというと寝てくれる子だとしても本当にずっと夜泣いてる日ももちろんあるんですね。ちょうど昨日の夜11時12時ぐらいから深夜3時ぐらいまでずっと泣いてて、おっぱい飲ませて寝かせても5分ぐらいで泣いて起きてとか、着替えさせたりとかおむつ替えたりしてもちょっと寝てまた泣いてとか、そういうの繰り返してたんですね。やっぱりどの子も新生児とか1ヶ月とかって絶対あると思うので、泣き止まし方っていうのを私も自分で調べたりとか実践したりとか、いろんな先輩ママさんからメッセージでいただいたりしたので、それを紹介していきたいと思います。今の月齢だとおむつを取り替えるとか、ミルクを与える、おっぱいあげるとか、お腹空いたよ、寒いよ、気持ち悪いよとかで泣くことが多いと思うので、大体はそれで変えれたりとかすると思うんですけど、本当に泣き止まない時、うちでやったのはまず、これはネットですごく有名なんですけど、反町隆史さんのポイズンっていう曲を流すっていうのがね、赤ちゃんが泣き止むって言われてるんですけど、これはうちの娘にやったらめちゃめちゃ効きました。面白いぐらい効いたよね。ほんと一回やばいぐらいギャン泣きして全然泣き止まなくてどうしようって時があって、これはね、いっちゃんがね多分調べてて、それも反町隆史さんのポイズン聞かせたら泣き止むらしいよみたいな感じで言ってたんですよ。でそれを聞かせながら、まあ最初ずっとね、何？誰の曲？みたいな感じで聞いて、ずっと流してると聞かなくなってきてね、泣いちゃったりするので、その時に赤ちゃんってクシャクシャの音が好きっていうじゃないですか。だからポイズンを流しながら髪でクシャクシャする、なんかちょっともうこれ適当になったやつなんですけど、こういう感じをポイズンと一緒に鳴らすっていうのがうちの子はすごい効きました。あとはこれは昨日いっちゃんに試してみなって言われたんですけど、音楽で言えば NHK のあまちゃんのオープニング曲っていうのを流すと泣き止むんだよっていうのを言われて、それ昨日ちょうど娘が泣いてたのでやってみたんですけど、聞きました。ずっとはねもちろん聞かないけど、最初それ聞かせたら、なんかどういう曲だっけ、チャー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 、かけっこみたいなやつだっけ、チャラタタタタタタラタラみたいな、なんかちょっとポップな感じの曲なんですけど、それを流したらうちの娘もなんかすごい元気じゃん。泣いてないよね。全然泣いてないやん。わけわからんとこ見て喋ってる。最近ね、あーとかうーとかね、すごい言うようになったんです。それを流したら、え、何この曲、私好きだよみたいな感じの泣き止むんですよ。これもすごく使えました。あとはこれすごいと思ったのが、先輩ママさんからこれ教えてもらったんですけど、いつもおっぱいとかミルクあげた後にこう縦抱きにして、ちょっとここの肩にね赤ちゃんを乗せて背中をポンポン叩いてゲップを出すと思うんですよ。それが足りなくてまだゲップしたいよっていうので泣いてるかもしれないから、もし泣いてたら縦抱きにして背中をトントンしてみてくださいっていうのをメッセージでいただいたんですよ。で、え、そうなのと思ってやってみたら、本当に大きい、もうギャーっていうゲップが出て、何事もなかったかのように寝たんですよ。すごいと思って、ママ助けてゲップもっと出したいよって言ってたんだなと思って、背中叩かなくてもちょっと縦抱きに、まだ首座ってないんで首こうやって押さえて縦抱きにするだけでギュッて大きいゲップが出たりするんで、ゲップが溜まってるってこともあるみたいです。でその縦抱きもなんですけど、赤ちゃん泣き止まない時縦抱きにするんですよ。うちの娘は本当にすぐ泣き止むってぐらい縦抱きが大好きで、でやっぱ首座ってないんで後ろから持ってあげて、お腹とか心臓とかに沿わせてあげるんですけど、それがすっごい好きで泣き止むのと、めちゃくちゃ可愛いんですよ。猿の赤ちゃんが親にすがりついて寝てるみたいな感じで、めっちゃ可愛いんですよね。だからそれをしてると、いっちゃんのこともめっちゃ写真撮っちゃうし、自分がやってる時も可愛すぎて自撮りめっちゃしちゃいます。あとはこれも DM で先輩ママさんから教えてもらったんですけど、ガーゼの四つ角、隅の角をパサー
って顔にするといきなり泣き止んだりするっていうのを言ってて、これはまだ試してないんですけど、先輩ママさんが言ってたので次試してみようかなと思ってます。あとはこれはいっちゃんがよくやるんですけど、例えばこれが赤ちゃんとしたらこっちが頭ね、でこっちが足だとしたら、こういう風に抱いて抱くじゃないですか。それをこう首を持ってこう抱くんですよ。で赤ちゃんの体を腕に乗せてこういう風にちょっと遊ばせるんですよ。これやったらすぐ泣きやめます。早かったらちょっとあの危ないんです。ゆっくりやると楽しいみたいで泣き止みますね。あとはお風呂ですね。赤ちゃんによると思うんですけど、娘がすっごいお風呂大好きで、生まれてから一回もお風呂で泣いたことがないんですよ。すっごい泣いてる時に1日2回目のお風呂をこの間入れさせたんですよ。スイマーバっていうこういう浮き輪の首浮き輪があるんですけど、それがすごい好きで、もう泣いて泣いて拉致が開かないって時にお風呂に入れたらもうすぐ泣き止んで、ミルク寝ながら飲んでそのまま寝ましたね。あとはこれも、まあ、よく聞くんですけど、おくるみで結構きつめに巻くっていうのは先輩ママさんからもいろいろ教えてもらったんですけど、お腹の中って子宮の中が小さいから、赤ちゃんもこう小さくおくるみで巻いてもらったらすやすや寝るっていうのを聞いてたんですね。だからこれは聞く子もいると思うんですけど、うちの娘は全然聞かないんですよね。なぜかね、なんかそれやっちゃったらもういやーみたいな感じで剥がすんですよ。でなんでだろうと思って調べたら、巻き加減が私が弱くて手がパンって出ちゃったりするんですね。手とか足とかまだ認識してないから、なんだこれはまだ動いてるみたいな感じで泣いちゃうみたいなんですよ。だから、まあ、合うか合わない子いるらしいけど、おくるみで巻くんだったら手とか出ないようにして巻いた方がいいみたいです。あとはこれはいっちゃんが調べたみたいなんですけど、赤ちゃんをちょっとだけ横向きにして、で赤ちゃんの股の中にねじったバスタオルを入れるんですよ。で入れて赤ちゃんの周りをぐるっとバスタオルで巻いてあげるっていうのが好きな子もいるみたいで、ちなみにうちもやってみたんですけど、一瞬は泣き止むよね。全部新しいことやったら一瞬は泣き止む。ああ確かに、私が今言ったやつの中で一番うちの娘には効いたなっていうのは何？これやろっていうのは、うん、こんだけ言ったのにさ、抱っこが一番？ちょっとなんか私嘘みたいじゃんこの YouTube。 本当ですよ、あの本当にこれやったら泣きやめましたっていうのは本当なんですけど、でも結果的に抱っこが好きみたいで、電話で泣かへんのはポイズンプラスシャカシャカを本気でやりつけて。そうだね、私とねいっちゃんの違いは、私はおっぱいっていう必殺技があるじゃないですか。うちのルーティーンっていうかやり方としては、私日中は母乳プラスミルクの混合なんですね。ちょっと足りなかったらミルク足すみたいな。夜間は3時間4時間4時間半に1回とかあげるんだったら、大体深夜が2回来るわけですよ。でその1回はいっちゃんにお願いしてて、今日どっちにするとか言って話して決めてるんですけど、その1回のいっちゃんの担当の時にめっちゃ泣いて、もう泣き止まない大変な時があるんですよ。でも私は爆睡してて、でもちょっと泣き声聞こえるから、いっちゃん大丈夫って言うんだけど、ここは俺の担当やから2人であやすっていうのは効率悪いから起きてこないでって言われるんですよ、いっちゃんに。大丈夫かなと思ってちょっと聞きながら寝たりしてるんですけど、だいたいいっちゃんはポイズン流してシャカシャカやってるよね。しかも本当にあーとかじゃないですよ、もうこんなんでやってるよね。運動会の応援みたいな感じでアクティブにやってます。もう頑張って力技で寝かせてっていうね感じだよね。私は必殺技おっぱいがあるから、おっぱいはこう泣いたらあげるっていう風にしてるんですけど、おっぱいでも泣かない時は私はいっちゃん見たくイエーイみたいな感じじゃなく、こんなテンションちょっと持っちゃいました。私は西野カナさんの君ってっていう曲があるんですけど、そういうなんか優しい曲をかけたりして、なんか一緒に日中とかはね、なんかテレビ見ながら西野カナさんの君ってをかけて二人で女子の時間を楽しんでます。あといっちゃんは縦抱き、いっちゃんはっていうかうちの娘が好きなんですけど、体力がね持たないのよ。これ結構重くなってきたから、私がやるともう痛いってなるんだけど、いっちゃんはずっと縦抱きをこうやって
縦抱きってあのこれが娘だとしたらこうやってやる縦抱きもあるんですけどじゃなくてこうね助産師さんがこうやってやっててそれがねすごいね効きますね。はい、ということで逆にこういう怪し方いいよこれで泣き止むよっていうものがありましたら皆さんぜひコメント欄書いてください。お待ちしてます。ということでこの動画が良かったなと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。